ヤマトグサは、アカネかヤマトグサ族に分類される、多年草。小柄な草本で、やや箱辺に似ている。オバナは、お寿司べが垂れ下がる、独特の姿。柔らかい小柄な多年生草本で、全体には箱辺に似た草である。地下茎は短く、げ根がある。茎は高さ15から30センチメートル。断面は丸く、短い毛がある。茎は、株でまばらに分子する。 歯は耐性し、長さ1から3センチメートル、幅0.8から2センチメートルで、5から1 0トルの傭兵があるが、傭兵は上部の歯では短い傾向がある。傭心は卵形から強卵形で、まばらに毛があり、先端は短く尖るか丸く、円は滑らか。卓葉は膜質で三角形、長さは2から3ミリメートルで、基部は多少く付き合っている。 火器は4から5月。私有同種で、尾花と雌花がある。花は、茎の上部にある葉状のトに耐性する。尾花は節に1から2個生じる。ほとんど柄はなく、蕾は短い筒状をしており、開花すると3枚の外花皮片が上向きに巻くように、反り返る。この外花皮片は強調楕円型で、長さ8から10ミリメートル、緑色で、他に花びらなどはない。 この、外下皮片の基部から20から25本のオスシベが出る。オスシベの柄である花糸は法則。先端の薬は、長さ4から5ミリメートルで花糸より少し長い。つまりくるりと上に巻いた緑の弁の根元から、多数のオスシベの房が垂れ下がる形である。風梅花であると考えられている。雌花は、緑色で非常に小さい。柄はなく、 基部に一個の症法がある。外下皮片は、筒状で脂肪を囲み、外面には荒い毛がある。この外下皮片の先端が二列し、その間から脂肪のやや側面から出て、突き出して曲がった中頭が顔を出す。受粉すると脂肪は、外下皮片と中頭を横に押しのけるように膨らむ。果実は共闘卵型で、長さ3から3.5ミ、mm、リメートル。花が終わると、 株の即死が伸び出して、新芽を形成する。和名は、牧野富太郎が、大和草は、日本草の意味と記していて、日本を代表する意が込められている。日本固有種で、本州の関東異性から、四国、九州まで分布する。北原は、秋田県、南原は、九州で、唯一の生息域である、熊本県。山地の森林下に生育する。 ヤマトグサ属には五種あるが、日本には本種のみが分布する。本属は単独で、ヤマトグサ科として扱ってきた経過があるが、その分類上の位置づけには、議論が多かった。保育者の原植図鑑シリーズではこのトガを、ヤマゴボウカとヒユカの間に置き、平凡社の日本の野生植物シリーズではこれを、アリノトグサ科とスギナモ科の間に置いていて、 ほとんど正反対の位置にあることにも反映されている。本属の植物は日本では、この種だけであり、花の形は他に似たものがなく、特に小花のおすしべが垂れ下がる姿は小さいなりに、目立つので、それが確認できれば、判別は容易である。花以外の特徴では、フタバムグラ属のハシカグサによく似ており、草の香りまで似ている。本種では、タクヨウが半円形で、 はしかグサの串の市場になっているのとはっきり異なる。1884年に、牧野富太郎が本種を最初に、高知県で発見した。しかしこの時の標本には、花がなかったため彼はこれをはしかグサと同定していた。その後1886年に、同じ場所で良い標本を得て、これを研究して、その結果を、大久保三郎との連名で1887年に、 植物学雑誌に記載論文を発表した。本種は日本固有種であり、しかも日本人の手によって記載され、それが日本の学術雑誌に発表された最初の植物である。和名はこれに基づく。1888年に伊藤徳太郎の記載した都学思想が最初に日本人により学名が与えられたものであり。 本種はその翌年の1889年に日本人として2番目にその学名が与えられた。日本では以下の多くの都道府県でレッドリストの指定を受けている。環境省によるレッドリストの指定は受けていない。秋田県、茨城県、千葉県、三重県、岡山県、徳島県と山口県では絶滅危惧愛類の指定を受けている。これらの地域では 分布地そのものが少なく、森林伐採や林道工事の自然環境の破壊や園芸栽培のための採集などにより減少している。採集圧は問題になっていない。氷の山跡山ぎ山国定公園などで自然公園法による指定植物の指定を受けている。ありがとうございます。